こんばんは、ピヌさんです。ザ・ジャーニーの続きやっていきましょう。よろしくお願いします。まあ、いつも通り淡々と進めていきましょう。なんかね、いまいち、安定しちゃったんで、ゲームの目的がね、そんなに見えてきてないんですよね。フィジカル77のはすごいね。シュート力もフィニッシュ精度も上がってきたし。おお、すごい。結構フリーの状態だったとして、フリーの状態になってると、まあまあえぐいシュート打つようになったね。もう一発、もう一発か。これ決めれば OK。 素晴らしい。チャンスメイク、得点をする。あー、長くなったね。やったー。あー、もうそこを通したかったね。点が入らん。Yes。 Nice。 難しいな。Yes。 よっしゃ。あと少し、まあいいでしょう。素晴らしいですね。よし、試合だ。頑張ろう。71。もうちょっとね、上がりたいね。75。まあ、80ぐらい能力値上がれば、まあ、かなりやりやすいですよね。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。今日も皆さんにサッカーの興奮をお届けしたいと思います。実況は西岡明彦、この試合の解説は福西崇史さんに来ていただきました。福西さん、楽しみな一戦ですね。はい、そうですね。僕もこの日を楽しみにしてました。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。では早速試合に参りましょう。こちらがスウォンジーシティの先発メンバーです。攻撃的な 4-5-1 で戦うようです。カウンターに備えやすいシステムです。こちらがレスターシティの先発メンバーです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。タックルでボールがこぼれました。カットしました。ここはどうするでしょうか。ボールを回して味方、ここでシュート、バーを大きく越えていく。デヨン・ブリットン、ジェフェルソン・モンテーロ、ボールを運びゴールに襲いかかります。ゴール前に絶妙なクロスを出しましたが、これはディフェンダーが読んでいました。インデル、オッケー、お、これはコーナーキックです。くそー、ナイスタックルでしたね。シュート打ちたかったね。大事に行き過ぎましたね。スローインでのリスタートとなります。危険な位置です。緊張感が増してきます。シュート、クリスチャン、イエス、ゴールだ。先制点だ、決まった。オッケー、いいね。これは驚きました。守備の選手ですが冷静に決めましたね。攻撃が好きな選手が多いんですよね。結構ラインギリギリでクロス上げましたけどね。ここね、いやーちょっと戻れない。戻ってくれ。ちょっと待って、ちょっと待って。あれ、反応しないな。いや。ギルフィー・シグルズソン。ジェフェルソン・モンテーロ。ボールを回してチャンスを伺います。ルーズボールになっています。主審はプレーを続行させます。アドバンテージを取ったようですね。さあスタジアムのテンションが上がります。いいボールが出ました。アレクサンターが決めた。オッケー、これはもう試合決まりましたかね。またもや決めてきました。完全にペースを掴んでいます。この決定力はさすがです。決めるところで決めてきますね。ジョルディ・アマット、よし、ボールが足につきません。ルーズボールだ。アレックス・ハンター、ポストに当たりラインを割りました。頑張ればもう1点取れてたね。いや抜けた。いい
形でゴール前まで持ってきました。プレーが続きます。中に入れたい。おし、これは PK だ。 PK です。ここでリードを広げられてしまうとちょっと苦しくなりますよ。これも誘ったな。イエース。 PK を決めました。PK をしっかりと沈めてきました。とても落ち着いていました。この角度からも前半で3点か。大量リードを許した状態で再びキックオフです。ジェニバーディ、ギルフィー・シグルズソン、ボールを運びゴールに襲いかかります。ナイスです。うまくボールを奪った。リアド・マフレズ、よっと危ない。ジェイミー・バーディー、リアド・マフレズ、ボールがフリーになりました。フランク・タバヌ、サイドへ振る。うまくタックルでボールを奪いましたが、相手ボールのスローインです。このスローインはうまくいきません。ボールをキープできませんでした。タックルでボールがこぼれました。反対反対。ああ、こっちか。切り裂けるか。いいパスだ。おっと、まだあります。ポストに当てすぎだよなアレックス。カエル・ノートン、ボールを取りました。すごいカット。さてどうする。アレックス・ハンターがアタッキングサードに入ります。チャンスを狙っています。The fourth official has indicated there will be a minimum of three minutes of added time. コーク、こぼれます。先に反応するのはどっちだ。シンプソン、これはいいぞ。取った。シュートだ。おー、信じられません。止めた。セットプレーはどうでしょうか。すげー、いい崩しやった。よし、最高の前半を過ごすことができましたね。前半は一方的な試合展開でしたが、後半のキックオフです。ゴール前までは行くのですが、そこでボールが止まってしまいます。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。さあ、スタジアムのテンションが上がります。カエル・ノートン、パスをつないできましたが、ここで奪われました。ギルフィー・シグルズソン、コーク、しっかりと読んでましたね。ボールを奪いました。メンディ、玉環インデル、
アレックス・ハンター、いい形でゴール前まで持ってきました。シュート、はい、わー、浮かした。かなりねラインを引かせましたからね、スペースができましたね。メンディー、ハンター、ルーズボールになっています。ボールを運びゴールに襲いかかります。ギルフィ狙っていった、シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたが、この交代で流れを呼び寄せることができるでしょうか。よっしゃ、ルーズボールになった、突破しました。どうなる、あとこれは笛が鳴って PK。 何、ハンド、ハンドですか。リプレイは出ないかな、ハンドなんでしょうね。PK を決めました、上手、落ち着いた、いいキックでしたね。PK をしっかりと沈めてきました。とても落ち着いていました。こちらのカメラからの映像です。一方的な試合となってしまいました。ジャック・コーク、再び戻す、タックルでボールがこぼれました。アレックス・ハンターが今日このパターン多いな。ケイン、イエーイ、ケイン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 、外す、あれ狙っていく姿勢がいいですよ、これ外す。選手の交代があるようです。これほどスタジアムが静まり返るのは珍しいですよね。そうですね、この試合内容では無理もないですかね。ギルフィ・シグルズソン、ルーズボールになっています。アレックス・ハンターは FUT のチャンスになりそう。おお、コーナーにボールをセットします。もう相手やる気なくなっちゃってるもんね。フート、おお、ゴールから開けやった。ここまでのアレックス・ハンターは見事な活躍ぶりです。予想通りでしたね。ゴールチャンスに絡んでいた様子がうかがえますね。その成果もありしっかり得点を記録しています。コーナーキックを無駄にしてしまいました。相手にボールが渡っています。主審がオフサイドの判定です。選手が一人倒れていますけど大丈夫そうですね。メンディー、ハンターがボールを持った。おお、抜けた。このボールは通るか。サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。決まるか。ふう、スローインからゲームは再開です。
ここはちょっと軽率なスローイン、相手ボールです。ボールがこぼれました。キソンヨン、ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。サポートを使いますか。リアド・マフレズ、おお、プレーは続きます。クロスを上げるか。イエス、入ってきた、入った。アレックス・ハンター、もう完全に開きましたね。今日2つ目のゴールを決めました。止まりません。止まらないね。シーズン2桁ワンサイドゲームとなってしまいました。いけますもんね。全然フェルナンダス、ジャック・コーク、危険な位置です。緊張感が増してきます。いいボールが出ました。このシュートを弾いた。ボールを置きます。前に出しました。ちょっとコースが甘くなったか。いや違う違う、カットされます。ミスター。今あごめん、怪我させたらごめん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 。アレックス・ハンターが攻撃を狙います。よっしゃー、ゴールゴール。今日のアレックス・ハンターはこれでハットトリックです。自信にあふれていますね。どうやったら止められるんでしょうか。これでハットトリック達成。チームの攻撃を牽引しています。決定力が違いますね。チャンスをことごとくものにしています。一方的な試合となってしまいました。よし、スコアは6対0。試合終了のホイッスルが吹かれました。6対0。このゲームは一方的な展開となりました。はい、自力の差が出てしまいましたね。今日のアレックス・ハンターはいかがでしたか。今日もハットトリック、総得点数に3点加えてチームに勝利をもたらしました。これはもう得点王ランキングとかもね、見えてくるぐらいの量産だよね。最初の1点が良かったよね。So Alex, a hat-trick for you today. A special moment for any footballer. Tell us about how you're feeling right now. Feels like all the effort I've been putting in has paid off. Won't be the last. Man of the match today. Tell me, were you expecting the award after your performance? Well, I think I deserve it, really.You go out there every day and you try your best, and sometimes it just all clicks like it did today. So a yellow card for you today, Alex. What are your thoughts on the booking? I feel like it was a proper call. I went in a little hard and got booked for it. I just need to be more aware in those types of situations. It's all part of learning to compete at this level. And we're done.Much appreciated. You're welcome. Cheers. You played good football today, Alex. Well done. Thanks, Toro. Means a lot coming from you. It is important you do not get too comfortable. Keep working hard. I've always worked hard, Toro. Not gonna stop now. Good to hear, hombre.よし、まあ、えらい活躍しましたね。
6-0 か。6-0 は大きいね。カップ戦、ベスト16なんだね、今ね。マンシーか。プレミア9試合で7ゴール、4アシスト。やばいね。大活躍だね。フリートレーニング何しよう。まあ、簡単なやつしますか。なんだろうな、何したらいいんだろうな。ドリブル、まあドリブルでもいっちゃいいんだけど。相手を抜けとかはこれ結構厳しいやつだね。どうしようね。シャープシュートとヘディングにしよう。ボール曲がるようになってきた。バンバン入るね、今回。OK。で、これが難しいやつですね。ボレー赤だもんね、まだね。45か。負けてる。場所が良くない。最後まだ、届かない。いや、楽しかった。Get going. Big day for you tomorrow. This is a cup game, Grandad. Hey, there's no such thing as just another game in the FA Cup. This is the toughest cup competition in the world. Now, you do well to remember that. But don't mind him. It's the only trophy he never won. He might not admit it,
That's the biggest single regret in his whole career. Now you go out there and do your best. Night, son. ああ、なるほどね。これは多分さ、サブで出場して、負けてる状態から投入されるパターンだね。ああ、サブですらない。ああ、でも勝ってる。そうか、カップ戦、なんか、カップ戦には出さないみたいなこと言われましたもんね、そういやね。よし。ああ、またフリートレーニングか。項目、決められてる方がいいな。Morning, gents. どうしようね。フリーキックか。フリーキック練習も面白いんだよな。PK。冷静さね。冷静さ。いや、PK にするか。上級 PK。結構曲がるんだよな。ナチュラルに結構曲がるからね。よし。PK。ああ、これか。当てらんないな。切り替わんない。切り替わんないな。危ない。おお。
オッケー。あれまだか。はい。まあ着実にね、能力アップはしてます。I mean, who does these ratings? Joke, innit? Okay, time for the big one. Let's check you out. And... 65! I'm not 65! Ilan looks nothing like me. Oh, no, 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 he looks a load better. Shut up. Well, go on then, let's see what you are. Go on then. You're having a mare! No, no, no. I told them to do it like that, yeah? Yeah? Yeah, you keep my profile stealth-like, right. and you never see the Williams come in and boom! Come off it. Come in, Michael. How'd you know it was me? Oi, Taylor. So was you. When are you going to sign me up? Oh, you didn't get my message? I've got a stack of offers for you. This thick. It's funny. Funny guy. Just passing by. Wanted to show you this. You know, you can send pictures on those things, Michael. Go on then. Saw this kid coming out of a shopping center today. Oh, that poor kid. Must have been out of Williams's. Shut up. You know, the Hunter brand is getting some traction, Alex. So whatever it is you're doing, you just keep doing it on and off the pitch. 50? You are having a mare, my son. Someone needs to up their game. Don't worry, Danny. I'll give you a call. Cheers, Michael. よっしゃ。頑張るべ、頑張るべ。ん？アレックスハンター。カリスマ性により人気急上昇。そうなんだ。スターか。そうですか、そうですか。リーグ戦、勝ち点31。なんかもう、基本的には、勝ち続けるしかないんだよね。31か。ちょっと厳しい感じするね。うん。サッカーを愛する皆さん、こんにちは。今日もまた熱い戦いをお送りしていきます。今日の実況は西岡明彦、コメンテーターには福西崇史さんにお越しいただいています。今日もよろしくお願いします。 OK。 はい、よろしくお願いします。こちらがレスタースティの先発メンバーです。今日はノーマルな 4-4-2 の方、このシュートでクリス・ベルナルドのゴール。すげえ簡単に点入った。まあ重なったけどね。こちらのカメラからの映像です。まあそれが最終的には良かったかなっていうシュートでしたね。ゴールが生まれたのは開始3分。ゲームが早くも動き出しました。デイビスボールを取りました。さてどうする。まあ少し余裕ありますから。メンディ、メンディ、うわすごいパス出したな。ボールへの寄せが非常に早い。ここはつなぎません。
タッチラインにクリア。アレックス・ハンター硬いディフェンスに攻めあぐねています。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。相手がボールを奪い攻撃を止めました。組み立ては良かったんですが相手ボールになります。ハンター狙ってきた。ハンターがボールを持った。そこで取られてはいけない。よし、このボールを取ります。いました、ハドルストーンです。横に振ります。ルーズボールになっています。リーリー面白い。ここはキーパーが素早い前進。ボールを拾っています。スローインで試合が再開となります。クリスチャン・フクス。さあスタジアムのテンションが上がります。ここから先の出しどころに苦労している様子です。少し早計でした。攻撃は阻止され相手にボールを奪われています。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。面白い。キーパーに渡りました。ハドルストーンです。エルナンデス。ハドルストーン、ボールを運びゴールに襲いかかります。ボールを回しますがなかなか崩れません。パンチングで弾く。走り込んだ味方へ出した。危ない。見事なタックルです。フィリップ・ベルナルド。アーメド・ムサ。OK。サイドへ展開していきます。OK。おっしゃー。あとゴール下隅に決まった。落ち着いて決めました。あのコースは止められないですね。いやー絶妙のスルーパス。別のアングルからご覧ください。マロニー、リアド・マフレズ。ムサ、危険な位置です。緊張感が増してきます。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。先のことを考えすぎました。相手にボールを奪われています。ロバートション。メンディー。リアド・マフレズ、いい形でゴール前まで持ってきました。ちょっとリーリー狭かったね。今慎重に攻撃を組み立てています。ハンターがボールを持った。入るか。このシュートをナイスシュート。相手のコーナーキックです。キーパーから声がかかっています。ちょっと内側に入りすぎましたね。足元にボールが行きすぎましたね。おお入った。決めた。ナイスシュー。これで今日2ゴール。
最初のゴールが自信になったのでしょうか。動きがいいですね。いいね。こちらのカメラからの映像です。この試合に関しては力の差が出てしまっています。ハドルストーンです。さあスタジアムのテンションが上がります。ここで勢いが止まってしまいました。ボールがこぼれました。前半が終了しました。スコアは3対0。いい前半でした。3点のリードで。前半は一方的な試合展開でしたが、後半のキックオフです。ボールを運びゴールに襲いかかります。これはスローインです。スローインじゃないよ、ゴールキックだ。アレックスハンターは FUT の週間最優秀チームの一員に選ばれています。これでチームへの招集は2度目です。何度か大活躍ですからね。選手の仲間入りという感じがします。このまま常連になれるといいんですが。レフェリーが試合を止めました。ハンドです。主審が近くで見ていましたから、これは仕方がないですね。危険な位置です。緊張感が増してきます。リーリー、考えるまでもありませんでした。攻撃は失敗し相手ボールです。トム・ハドルストーン、強い、体をうまく使います。ボールを取った。ほい、来た。ハンターがボールを持った。走ってくんないんだ。いい形でゴール前まで持ってきました。ボールは再び足元へ戻されます。ボールを大きく押し出します。いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。いや違う違うキーパーで問題ありません。ボタン間違えました。ボールを失いました。エルナンデス。さあスタジアムのテンションが上がります。ボールを失った。うまくタックルでボールを奪いましたが、相手ボールのスローインです。マーク・オルブライト。チャンスを伺っています。抜けた。ケイン、おお、あんな緩い、あんな緩いパス通るとは。今日はこれで2ゴール目。ハットトリックもあるんじゃないですか。体が強かったですね。チーム力の差が出てしまっているということでしょうか。マグワイア。ボールを運びゴールに襲いかかります。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。ここはカットされました。攻撃失敗です。ロバートソン。横へ展開をします。クロスを出した。エルナンデス。うわー、ナイスヘッド。ゴール。1点を返します。頭でうまく合わせました。よく押し込みましたね。最高のコースを狙いました。マーク・オルブライトン。危険な位置です。緊張感が増してきます。残った。上がった。惜しい。ゴールキックになります。
デイビス。このパスはダメでした。通りません。反対反対。ゴール前に入ってきた。カットしました。ここはどうするでしょうか。ここはフリーキックです。直接狙えそうな距離ですね。ファールの判定。これはカードもありえますがどうでしょう。カードはないでしょう。スクリスさん、スタンドのサポーターからは歓喜の声が収まりません。もう勝利を確信しているかのような声援が続きます。勝利は確信でしょうね。この試合はサポーターの期待に応えて、なんとかいい結果で終わりたいですね。オッケー、抜けた。切り崩してきた。シュートだ。絶好のチャンスを外してしまいました。これは悔しそう。枠に打ちたかった。これはやっちゃったという仕草も出ちゃいますよね。いい形でゴール前まで持ってきました。ここで網にかかる。オルブライトン。ああ、もう相手、これはいいぞ。相手やる気なし。振り抜いた。ちょっと悔しそうですね。落ち着いて、ね、ちょっと辛そうですね。落ち着いてよかったでしょう。岡崎かな。選手がピッチに入ります。ワントラップしてからシュート打ったって全然間に合うようなパスだったんだけどね。横に振ります。岡崎だと思うな。走り込んだ味方へ出した。あー、合わない。なんとオフサイドの旗が上がっています。ダニエルドリンクウォーター。さあ、スタジアムのテンションが上がります。ここでシュート。イエス。スタメンをアピールする一撃になったのではないでしょうか。もう勝負はついていますが遠慮しませんね。ゲームは大差がついていますが攻撃の手を緩めません。シーズン後半に得失点差が重要になることもありますからね。正しい姿勢だと思います。ドリンクウォーター。ワンサイドゲームとなってしまいました。ボールを運びゴールに襲いかかります。ボールを失いました。パスをこの位置で。イエス。スコアは5対1。Yes. 試合終了のホイッスルが吹かれました。試合も終わりを迎えましたが、内容も結果も大きな差がついた一戦となりました。ではレスターシティの先発メンバーです。今日はノーマルな。このシュートでピリッ。1点取れるとね、リズムができるからいいよね。3アシストはすごい。Any comment on Alex Hunter's performance of late, Harry? Yeah, Alex has been great for us. He's got a lot of potential. He's got a lot of talent. He actually reminds myself of me a little bit. He's been doing very well, and hopefully he can, like I say, keep doing what he's doing and keep working hard. We're excited. おお、6億円超えましたよ、市場価値。
よっしゃ、ああ今日はもう終わりでいいかな。順表、トップハーフに入りましたね。9位。試合が24試合消化なんで、まあチェルシーは別にして、まあ少ないですから26試合やってたと仮定して、勝ち点40で8位。まあしかし勝ち点12差なので4位までとは、まあ厳しいことは厳しいんですけど、降格圏は抜けたかなという感じですね。まあもうちょっと頑張りたい感じもしますが、アシストがね結構いい感じ、7ゴール7アシストなんでね、いいんじゃないですかね、十分だと思いますけど。今多分真ん中まで来てるんだよね、レンタル先から呼び戻されるまで。だから折り返し地点には来てるんだけど、なんか思ったより昔プレイしたのは私は18ですけど、その頃と比べるとなんか思ったよりストーリーがないなという感じはしますね。はい、ということで今日はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。